東京 MX では今月31日まで子ども未来応援ウィークを実施しています。期間中各番組で子どもにスポットを当てた特別企画を放送します。番組では初日の今日、世界を目指す女子中学生ダブルダッチチームと中継をつないでお伝えしていきます。来月行われる大会に向けて練習を重ねているその姿、小松さんに伝えてもらいます。2本のロープを使って飛ぶ縄跳び競技ダブルダッチ、凄まじいスピードと迫力です。今日は日本橋ダブルダッチクラブに所属をする中学2年生の4人組チーム、ロジーリリーの練習にお邪魔をしています。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで中継冒頭から迫力あるパフォーマンスを披露してくれたロジーリリーの皆さんなんですが、4人組のチームとなったのは今年5月ということで、まだ若いチームなんですが実績がすごいんです。もともとは平松さん、川上さん、そして桜井さんの3人が小学校の頃から同じチームを組んでいて、今年の5月全国大会のジュニア部門に出場、飛ぶ回数を競うスピードで見事優勝を飾りました。で、日本代表になって、先月世界大会にも出場し、その結果が明日発表になるということなんです。平松さん、明日の結果発表前に今どんなお気持ちですか？世界大会に挑むのは初めてなんですけど、やっぱもちろん緊張していますし、でも楽しみな気持ちも大きくて、その自分たちの努力を信じて、絶対優勝できてると信じて、今はワクワクドキドキしながら結果発表を待っています。ワクワクドキドキということなんですが、明日吉報を楽しみに待ちたいと思います。そしてこの3人のチームに5月に新たに加わったのが、一番左手村岡さんなんですが、この村岡さんもすごくてですね、去年12月にニューヨークのアポロシアターで行われた国際大会で別のチームで参加をして見事優勝した実力者ということなんです。そんな最強のカルテットとなったこのロジーリリーなんですが、今日は私もこの4人組に混ざらせてもらおうと思います。では皆さん準備お願いします。大丈夫ですかね。さあ、ではいきますよ。スポーツマンではありますが頑張る。あ、優しくやってくれてる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。どうでしょう、ちょっと形になったんじゃないですか。いや、上手でしたよ。でもね、これ飛んでる私がすごいんじゃなくて、回している2人がタイミングを合わせてくれてるということで、チームワークも感じました。そして大会で披露する予定の大技も披露してくれます。ロジャンリーの皆さん、来月開催される全国の切符をかけた大会に向け現在猛特訓中なんです。で、実はこのロジーリリー、東京 MX でも何度も取材をさせていただいた世界チャンピオン、ロジャーの妹分で、その意思を継いで日々練習に励んでいるということなんです。決まりました。大会で披露する予定の大技のチャレンジをしてくれました。ということで改めて来月の大会に向けた意気込みも聞いていきたいと思います。川上さん、お願いします。次の大会でも日本代表をつかみたいと思います。では桜井さん、お願いします。はい、高校生たちと対決にはなりますが、ビビらずにいきたいです。目指せ優勝。素晴らしい意気込みです。では未来の夢も聞いていきましょう。村岡さん、今後の夢はダブルダッチがオリンピック競技になって選手として出場することです。そのためにいろんなイベントに出て、たくさんの人にダブルダッチを知ってもらうことです。では最後に平松さん、夢を聞かせてください。ロジーリリーがダブルダッチ界のレジェンドのような存在になれるといいなと思っているのと、この放送を見てダブルダッチをやってみたいなとか見てみたいなって思ってくれる人が一人でもいたら嬉しいです。はい、この先のロジーリリーの活躍にもぜひ皆さんご注目いただければと思います。最後もパフォーマンスを披露してもらいます。お願いします。来月の熱き戦い、そしてその先の未来も期待をしています。世界を目指す女子中学生ダブルダッチチーム、ロジーリリーの皆さんでした。